宗家であり、最も吉田東洋暗殺に近いはずの男、近藤勇は覆面の男ではなかった。残り4人にまで絞られた覆面の男の容疑者、そしてその中の一人である新選組最強の男、沖田総司とついに真剣を交えることになる。死闘の果てに沖田が覆面の男ではないことを知る龍馬、そこへ一通の知らせが届く。武市半平太が土佐で処刑されたという知らせが。坂本、中岡、じゃあ武市は。ああ、土佐の大殿山内陽動公の裁きで切腹に処されたらしい。岡田伊蔵を使った京での幕府要人たちの暗殺、その首謀者としてだ。あの伊蔵が土佐に連行された後、洗いざらい吐いちまったらしい。自分が京で起こした暗殺は全て武市半平太の指示によるものだとな。どこ行く気だ。土佐に帰るなんて言うつもりじゃねえだろうな。お前は脱藩の身だ。今土佐に行ったところで武市と同じように処刑されるだけだ。そんなことは分かっている。だがとにかく落ち着くんだ。武市のこの一件、俺は1年前東洋様の暗殺を仕組んだ黒幕がまた動き出したんじゃねえかと思ってる。え？長いこと江戸にいたわりに陽動公の動きが早すぎる。伊蔵の逮捕から拷問まで武市を狙い撃ちだ。どうやら陽動公のそばにそれをそそのかしてる人間がいると見える。それがおやっさんを殺した黒幕だと。吉田東洋の一派を排除しようとする勢力なら間違いねえだろうな。そしてその読みが当たってるとしたら、次の標的はお前だ。案外そいつはお前が土佐に戻ってくるのを待ち構えているかもしれねえな。逆に言うと、その黒幕にとって一番厄介なことは、お前がこのまま京で覆面の男を探り当てることなんじゃねえか。あんたが言いたいのはそういうことか。結局今俺ができることは京にしかないと。その前にまず頭を冷やすことだがな。くそ。坂本、土佐には俺が行く。代わりに俺が武市の死の裏に何があったのか調べてくる。あんたが。俺だってな、こんなとこで引いてられねえんだよ。東洋様の死、武市の死、その裏に何があるのか、それを突き止めないことには俺の人生も止まったままだ。このままじゃ先に進めねえんだよ。あんたも俺も土佐に生まれ土佐に裏切られ翻弄された男ってわけか。ああ。とにかくお前は今日にいろ。武市が死んだばかりで生きり立つのはわかる。だが今は動く時じゃない。今日は新選組にも顔を出さずにおとなしくしてろ。わかった。土佐で何かをつかめたらすぐに知らせてくれ。
はじめさん入るえ。ちょっと飲みすぎちゃう？大事な人やったんやね、その竹地さんって人。せやけどなあ、いくらなんでも飲みすぎやって。俺に構うな。